はい、こんにちは、ちょまです。今回はですね、生きていたカートリッジということでですね、こちらのカートリッジをね、買って、先ほどレコード音出る何十年ぶりかね、うちに来て1年ぶりに音が出る確認したんですけれども、もともとついていたカートリッジ、まあ、同じタイプなんですけど、こちらなんですけれども、針先だけね、この針先、前のは針もなかったんで、針先だけ交換してやってみたところ音が出ました。ちょっとだけ出してみますね。はい、こんな感じです。ということでですね、どっちがどっちだか分からなくなっちゃうかもしれないですけど、カートリッジがね、まあ見事生きていたということでね、はい、とっても嬉しいです。で、このカートリッジですね、ここが細いんですね。6ミリ系ということで、普通のは何ミリなんだろう、8ミリとか何ミリとかなんですけど、この系しか合わなくて、なかなかね、ないんですよね。あのソニーのこの細いタイプ私大好きなんで、もう1台持っててまた買おうとは思ってるんですけれども、まあ、この針さえあればっていう感じで、嬉しいんですけれども、まあ、カートリッジもね、2つ生きてて、まあ、針1つしかないんで、めっちゃ大切に使わないといけないんですけれども、まあ、カートリッジが生きていたという確認ができましたんで、ご報告させていただきました。はい、ありがとうございました。